最近体調が悪すぎる。料理系 VTuber として活動してるっていうのもあると思うんですけど、食べるものが偏ってて栄養バランスが崩壊してるんですよ。しかも食べる時と食べない時の差が激しくて、最悪の場合はもう白いご飯だけで済ます時あるんですよ。炊飯ジャーからしゃもじですくってそれだけで終わるっていう、なんかラップ敷いてからね、そこに包んでからそれでおにぎりにして済ますこともあったりするんですけど、まあそれはともかく。ということで、今回はそんな偏った食事を正すべく、特別な栄養士に最適な料理を教えてもらって料理していきたいと思います。しかもその栄養士またね、一味も二味も違うんですが、最近話題の AI ジェネレーターくんです。特定のワードを書き込むと AI が自動で画像強くしてくれるっていうサービスが、まあ、はびこってると思うんですが、今回はそんな話題の AI を使って最適な料理を教えてもらいたいと思います。まあ僕も料理系の活動をメインに置いてますが、曲がりなりにもインターネット追いかけマンなので、AI ジェネレーターには、まあなんかこう思うことは一つや二つはあったりするんですけども、まあでもね、目的として使うんじゃなくて、手段として利用するのは大いにありだとは思っています。まあそういうのはともかく、まさか、ね、AI 君も人の栄養管理に使われるとは思っていなかったでしょう。そんなの聞いてないよ料理名を書き込んで出てきた AI の料理写真を実際に料理するっていう企画はバーチャルシネマさんの方で、まあ、絶賛放映中なので、よかったらそちら見ていただければと思います。なんか映画作ってます。まあね、そんな感じなんですが、今回 AI ジェネレーターを使っていくんですが、なんかうまさとか写真としての完成度っていうよりかは健康がメインです。 AI ジェネレーター、人類の健康を守ることができるのかっていうことで、早速 AI 君に聞いてみましょう。よろしく頼む。ということで聞いてみました。ちょっと画像出てくるのが遅くなるんで事前にもう出しちゃったんですが、 AI の栄養士が考える健康的な料理みたいな感じで出力してみました。その結果これが出ました。何これ。いや、前回もなんか似たような企画はやったんですけど、ありそうやけどなんか微妙に食べれなさそうというか、あ、でも今回は割とマシな方かな。なんか若干和食感があるって感じですね。ただなんか白飯感が強いな。白ご飯系が多いですね。あ、でもどうだろう、茶漬けっぽいやつはなんだろうな、これ白身魚と明太子かな、あと銀杏みたいなやつ入ってて、意外と作ろうと思ったら作れますね。意外と健康そうだな。マジで健康そうですね。なんか副菜とかもあったりとかして、でもこの中で人がなんだこれ。いやでもね、このお皿の中のもの結構おしゃれなのでは。なんか側面から見てるから微妙に分かりづらいんですけど、意外と作ろうと思ったら作れそうだな。しかもこの手に持ってるやつ一体何なんだ。何これ、若干怖いなそうだな、今回ちょっとこれ作ってみようかな見た感じなんかレタスと、なんだろう、これエビ、サーモン、なんかこう鶏肉かな、照りがついてるお肉系のやつと、横になんか野菜のやつが入ってますけど、これね、春巻きなんじゃないかな。春巻き、生春巻きになんかレタス系のやつなんか入れてから丸め込んでるような、そんな感じがしますけど。で、なんか若干黄色いソースが下に敷かれてたりとかして、なんだろうな、この黒いやつがちょっとよくわからんけど、ちょっと野菜、人参が散ってますね。多分この手に持ってるやつを最後に飾ろうとしてるんだな。わからんけど、めっちゃ顔が主張してくるな。まあでもね、見た目ヘルシーですね。AI の栄養士が考える健康的な料理っていうのはこういうことなんだ。やるじゃないか。ただこれをどうやって料理するかっていうのはもう僕のセンスによってくると思うんで、とりあえずこれを作ってみたいと思います。いやー、さて、一体どうなることやらって感じなんですけど、じゃあ早速料理に取り掛かっていこうと思います。はい、ということで AI の栄養士に教えてもらった料理を作っていこうと思うんですけど、さてどうやって作ろうかなとりあえずこのお姉さんが乗ってる料理を作ろうと思うんですが、多分春巻き使ってるんだと思う。だから春巻きをちょっと使っていきます。まあ、大きいお盆とかお皿にね、こうやって用意して、で水を流し込んでおいてしばらくつけておくと柔らかくなるんですよ。とりあえず他の材料から仕込んでいきたいと思います。まずね、アスパラちょっと入れていきたい。なんか中心部分にやっぱりなんか芯みたいなやつがないと丸めにくいかなと思って、内容的に多分うまいんですよね。これちょっとお姉さんが強烈すぎてなんかすごい料理に見えるけど、
はい、そしたら人参がついてるっぽいので人参もちょっと煮込んでいきます。なんかね、角切りにしてからね周りに散らしてるっぽい。まあこんなもんかな。で、アボカドを切っておきます。アボカドは春巻きの中に入れ込むやつです。まあでもこの間にちょっと野菜煮込んでおこうか。じゃあお湯にちょっと塩入れて野菜入れていきましょう。一本ねちょっと飾りに使うんでこのままいきます。いい感じに柔らかくなったらすぐ打ち上げて、人参はちょっと強めにボイルしていこうかなと思います。そうで、茹で上がったら冷水につけておきます。はい、そしたらライスペーパーに水を浸していきます。いや、マジで久しぶりに使うな。大丈夫かな。こんな感じでね、ある程度水に浸しておいたら使えるようになるんですよ。ではその間に中身の具材を作っていきます。細長く切ってからなんかいい感じに丸め込められるようにしておきましょう。サーモン使っていくんですが、スモークしようかな。スモークサーモンにしましょう。何？はい、じゃあスモークします。こうやって密封しておくとね、冷燻ができます。では、まあ、しばらく置いておきましょう。はい、ではその間に出来上がったライスペーパー広げていきたいと思います。わあ、マジで久しぶりに使う。これ大丈夫かな、ちゃんと巻けるかな。こんな感じで、ちょっとカメラだと見にくいと思うんですけど、ちゃんと柔らかくなりました。ではこれに包んでいきたいと思います。シャキシャキのレタスを使っていきます。本当はねこれちょっと湯通ししてから柔らかくしてもいいと思ったけど、まあせっかくなんでフレッシュな状態でいこうかなと思います。はい、では燻製し終わったサーモンです。見た目は変わらないんですけど、この表面にね煙の香りがついてるんですよね。うん、うまそう。ちょっとサーモンカットします。しょ、こう巻けるかな。すごい不安になってきた。で、そこに先ほどのアスパラをねちょっと入れてから、これで巻いていきたいと思います。しょ、むずいけど、とりあえず形になったけどむずい。まあ、この調子で2枚目もやっていきますか。やっぱりね、若干レタス湯通しして柔らかくした方がいいかもしれない。ちょっと2枚目は湯通ししたタイプでやってみますか。さっと湯通しすると若干シャキッと感が残っていいと思うんですよね。はい、レタス茹でました。で、丸めていくんですけど、やっぱり生春巻き丸めるのむずいって。まあでもこんな感じか。はい、まあなんとか形になりました。ちょっとこれで大元の部分は完成ですね。で、下の方になんかスープみたいなやつが敷かれてるので、あれを何で作るかって話なんですけど、一つ考えたのがマヨネーズ。まあマヨネーズを手作りしてちょっと緩くしてから下に敷くっていうのを考えたんですが、まあそれだとちょっとこの脂身が強すぎるかなと思ったんで、健康的ではないよなっていうところがあるから、そうだなと思って。で、他に何か考えたんですけど、フレンチでブルーブランソースってやつがあるんですよ。なんかこう焼き魚とかに敷くタイプのやつなんですが、あれがね、内容としてはマヨネーズと近いんですよね。マヨネーズと近くて、マヨネーズ自体が乾物酢と塩と卵黄と油なんですが、ブルーブランソースも、まあ、白ワインビネガーとバターとか使ったりとかして、じゃあそれの要領でちょっとオリジナルでなんか美味しいソース作れたらいいなと思ったんで、ちょっと考えてみました。味噌を使っていきます。味噌を使って油身をねごまかすっていう感じでいきますか。まあ、マヨネーズのとろみっていうところが油で構成されてるんですけど、それを味噌で応用するっていう感じですね。若干香ばしさも欲しいし、このオールブランソースとマヨネーズのちょうど中間みたいな感じに仕立て上げたらなと思います。で、まず玉ねぎみじん切りにして、軽く旨味要素としてニンニク入れていきます。ニンニクもみじん切り、もしくはなんかおろしでもいいかもしれないですね。そこでちょっとだけバター使っちゃうんですけど、バター 10g ぐらい入れます。バターでニンニクと玉ねぎ炒めていきましょう。軽く白ワイン入れていきます。
白ワインビネガーもちょいっと入れていきます。で若干なんか塩コショウで下味つけて、んでこれでなんかよくわからんソースができました。何これ。味噌を入れていきましょう。味噌大体小さじ1と卵黄を入れていきます。これを混ぜていってと。正直ね、もうどうなるかわからん。ただまあうまいのはできるんじゃないかなって踏んでるんですけど、どうなることやら。軽く水で伸ばして、本当はねここでバターをちょっとね溶かしながらソースにするんですが、水でねちょっと溶いてから卵黄と味噌がね多分いい感じの濃度を保ってくれると思うんで、まあこんなもんでしょう。若干冷ましておきました。これを合わせていきます。はい、謎ソースの完成です。謎ソース、あーでもうまいぞこれ。そうだね、野菜結構合いますね。ドレッシングですねこれ。うん、あ美味しい、うまいうまいうまい。なんかフレンチドレッシングみたいな、そんな感じのねさっぱり感と、なんか味噌と卵黄の濃厚さが生きてるんですよ。だから若干和風な感じはして、野菜スティックのなんかつけるやつ、つけだれみたいな感じの味がします。じゃあこれでさあ盛り付けしていきましょうか。はい、では盛り付けにかかっていくんですが、僕ね盛り付けセンスがマジでなくて、うん、まあ頑張ります。まずそうですね、なんかソース下に敷く感じかな。とりあえずソース下に敷いておきました。多すぎるかな、どうだろう。そもそも正解がない料理なんですけど、ここに生春巻きを置いていくんですが、なんか半分に切ってそうなんだよな。半分切ってからなんか奥の方にこう刺してる感じがする。なのでカットします。ただでもこれ食べづらいだろうな。これめちゃくちゃ食べづらいと思います。もうちょっと小さくするべき、本当はね。まあ、ちょっと断面作っておくか。まあ、食べづらくても AI の料理だから。で、なんかこういうところにあるよな。ここにあって、で、多分ね、これ隠れてるんよな、奥の方に。こうしよう。んで、こういう形になってて、手前にね、サーモンがね、並んでそうなんですよね。何これ、テリー感がねどう見てもなんかサーモンっぽいんですよね。どうやって並んでるんだろう。ちょっとくるんとさせる感じっぽいな、これっぽいな。なんかこうくるんとさして分厚さをね出してるな、これ。いやー贅沢。スモークサーモンこんな謎料理に使うことないでしょ。で、あでもっぽいことない、いいんじゃないかこれ。で手前にねいろんな具材が転がってるんですけど、それをちょっとなんかこうアボカドとかこういうので再現していきましょうか。でこの時のためのボイルした人参です。で こんな感じですよね多分。なんかカレーっぽいなこれ。まあいっか、あんまり大きすぎてもあれですね。なんかちょびちょび置くか。でなんかこういう感じでね、なんかちょっと違うな。まあでもこういう風に AI が指定してるからな、 AI 君に任せます。で若干なんかこう粉っぽいのかかってると思いたいので、ブラックペッパーかけます。こういうのかけないとちょっとね料理として見栄えが微妙すぎるので、ちょっとブラックペッパーかけさせてください。ということで謎料理完成です。ということで食べていきたいと思います。いただきます。実際これどうやって食べるんだ。あのね、春巻き、生春巻きもねちょっともうちょっと食べやすいサイズで切るべきなんですけど、あの原作再現でいきました。なので食べづらいまま食っちゃうわけなんですが、まあ一口でいけるかな、どうだろう。そもそもね、うん、何もかもわからない。何これ。とりあえずいただきます。まあ、でも内容はうまいでしょうね。ソースもうまかったし、アボカドサーモン、レタスで春巻きでしょ、これは美味しいでしょ。いただきます。うまい、え普通にうまいんやけど。ちょっとサーモンもいただきます。サーモンちょっとこういうやつ合わせて食うか。いやでもサーモン生のままで食いたかったな。なんか下手に調味料つけたくない。ではいただきます。あでもスモークサーモンのこの上品な感じとこの謎ソースがねいい感じになんかフレンチ感出しててめちゃくちゃうまいんやけど、これね白ワインビネガーじゃなくてなんか他のお酢使ってもねいいと思います。お酢でねだいぶ風味変わるんですよね。アボカドのとろみとサーモンとこのソースうまいな。
これ普通にパーティーに出しても全然ウケると思うな。ソースがね、やらしくないんですよね。なんか味噌の強烈さっていうやつもそこまでないし、味噌とお酢が入ってるからだいぶきついんかなと思ったけど、卵黄がね、いい仕事してるっぽい。なんか全体まろやかにしてくれててめちゃくちゃうまいんですよね。ちょっと端数の端っこのやつ切ったやつ残してたんで、もう一回食べます。うん、これはね、ヘルシーやし、なんか食べやすいし、ネタ料理のつもりだったけどありですね。まあ多分本来はなんかこれくらいの大きさで、うん、食べるんですよね。こういうサイズでなんか上に向けてからね、断面見せてからなんか食べるみたいな。このサイズの方がね、食べやすいと思う。ただね、なんか春巻き巻くのがちょっと下手すぎますね。うん、あ、もう全然このサイズやっぱり。まあでもにしてもスモークサーモンはね、もうこのままこれがベストな食い方とは思わない。普通にスモークサーモンとして食べた方がいいです。いやでも結構お腹いっぱいになるし、これいけるな、うまいな。うん、ごちそうさまでした。うまかった。ただね、大絶賛とは言わないです。美味しかったけど、相変わらずよくわからないものを食べたなって感じなので、うん、何だったんだろうな。とりあえずこれが AI の栄養士としてはなんかおすすめなのかもしれないんですけど、ガチの栄養士さんにちょっと聞いてみましょうか。これ実際どうなのかっていうやつ、はい、ということでちょっと聞いてみたいと思います。でもちょっと最近栄養士だって公言し始めた八つ時もなかさんにちょっと写真見てから率直な意見いただきましょうか。これどうですかってちょっと聞いてみて、それで終わっていこうと思います。はい、ということでもなかさんにかけていきたいと思います。今大丈夫かな。あ、もしもし。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。今って時間大丈夫ですか。ダメですね。え、ダメなんですか。嘘です。嘘です、大丈夫です。よかったよかった。まあ0時超えてますからね。そうですね、夜更かしさんですね。ちょっとね、用事があって電話かけてみたんですけど、あのもなかさん栄養士って名乗り始めたじゃないですか。そうですね、あのとある料理を作ったんですよ。おやしんやり、飯してるか飯してるか。最近ちょっと体調悪くて栄養ちょっと偏ってるから、ちょっとでもいいものを作りたいと思ってとある料理を作ったんですけど、うん、で、あのね、その料理が一応のね、栄養士さんに聞いた料理なんですよね。おー、そうだから健康的な料理のはずなんですよ。はずはずなんですよね。そう、健康的な料理はずなんで、それを実際のガチの栄養士であるモナクさんに感想をいただきたいなと思ってちょっと電話かけさせていただきました。なるほど、やつどき辛口ですよ。お、健康最近気使ってるからね、意見いただきたいです。ということでちょっと画像を送りますね。はい、これなんですけど、これ見てどう思いますか。あの、マキさんが皿の上に乗ってんのかなって思いました。待って、アスパラと、はい、鮭と、はい、ネギと、人参と、はい、アボカド、はい、これって健康的じゃないですか、うん、どういう調理工程踏んでるこれ。まあ健康かどうかちょっと聞いてみたいんですよね。お、なるほど。お、まあ、タンパク質取れてるし、お野菜も取れてるし、うんうんうん、お皿の一品としてはうん、でバランスがいいのかなと思うんだけど、はい、あの健康っていうのは栄養とあの食事を美味しく食べるっていう2つの意味で健康というので、その意味で健康かと言われると、お。実はこれね、うん、AI の栄養士さんに聞いてみたんですよ。はい、どういうこと。そうで、その元の画像はこれなんですけど、困惑しとる。何これ。ちょっとあの口がポカ開いて開いて閉じないんですけど、はい、これ料理としては何になるんです。そうですね、あのアボカドとサーモンと、ここだ AI が考える理想的な健康的な料理ってこうなのかなって。あ、じゃあお野菜をディップして食べる感じの、まあ、どちらかといえばサラダ系の感じのお料理なんですね。そうですね、なんかフレンチと和食のちょうどいいところみたいな感じかな。なるほど。それ聞くと美味しそうな気がしてきました、ね、でもアボカドとサーモンの組み合わせってあの結構今人気、ちょっと前から
結構人気かなっていうイメージで、うん、まあ、女性とかが美容のためにご飯に注目し始めてから、まあ、ビタミン E が多かったりとか良質な油による若返り要素が多かったりっていうので、うん、人気で結構写真パシャパシャ上げる人が多いから、あ、これ人気なんやろ、好きなんやろみたいな感じで上げたのかなって、それ聞くとちょっと納得感ありますね。栄養的にはどんな感じでしょう。なんかこう偏ってるじゃないですか、僕たち食べるものって。突っ込みどころとかないんですか逆に。え、ちょっと、まあ、僕としてはあの味の観点に関しては僕はそんなに詳しいわけじゃないので、うん、なんとも言えないんですけど、なんでしょう、今の日本人って結構品数が少ない。昔だったら一汁三菜、ご飯、味噌汁、おかずがメインのおかず一品に副菜何品って何食も取れたから、それでバランス取れたんですけど、今の日本人って食の、 あの欧米化も進んできたことにより、まあ、一品料理で済ませる方が多いっていうのが今の日本の不調なのかなって僕は思うので、一食のこの一つの皿にタンパク質要素があって、でなおかつお野菜とか食物繊維もあって、で、まあ、お味噌とか発酵用品も使われてるっていう意味では栄養バランスはいいのかなって個人的には思います。お、意外に高評価や。足りない、もちろん糖質とか足りなかったりとか、これを一食でするとエネルギー的に多分300前後ぐらいしかないのかなってパッと見思うので、まあ、他のところで必要なエネルギーとか栄養素とか取ればバランスいいんじゃないかなって、一食のなんかお食事の一部としてはバランスがいいんじゃないかなって個人的には思いますね。じゃあ AI 割と優秀なんですね。色張りが良ければ結構いろんな要素取れるから AI 君優秀なんじゃない。味は分からんけどね、はあ、分かりました、ありがとうございます。意外と高評価で笑っちゃいましたけど個人の見解です、個人の見解です。マジでね、ちょっとねめちゃくちゃになるかなと思ってはい、ということで、はい、ありがとうございました。貴重な意見をいただけて、いただけてね、よかったのか、よかったのかないや、めちゃめちゃ面白いのを見せてもらったまあもしかしたらまた無茶ぶりで見せるかもしれないんですけど、その時はまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや怖いな、 AI 君に栄養士の仕事を取られる時がやってくるかもしれないのです。はい、っていう感じなんですけど、よかったら概要欄の方に安時もなくさんの方のリンクとかも貼り付けてますので、そちらからチェックお願いします。チャンネル登録、Twitter フォローとか、グッドボタンもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、おつまきです。おつまきです。